今日のスケジュールまずは決定膨張圧力跳ねのけて面白そうそれぞれの場所それぞれの波動確かめるようにOh let's get loud
刺したまぶたの裏側に Hello shooting star, Hello shooting star again。 待っていたよ夢を見るあの子はずっと One more step couldn't make me free。 I could fall into the darkness。 I'm not gonna。風に散らばり吹き溜まって影になる僕らの足音は無情さよならが離れたのさても手振ったら泣いちゃった僕らの真っ赤な悲しみがレディクレディそしてTentacle感情がキラキラ今はキラキラあなただけが全てさこの甘い世界嘘になるよなそれ以外のことなんて消してしまう真っ赤な線を描いたちっぽけな心の話僕らの未来はどこに向かって光るの今すぐ君に会いたい君に会って確かめてみたい世界の断り愛の定義幸せの
げなキスでワン・ツー・スリー目線そらしてずるいよねほてり出す僕の気持ち持って遊ぶみたいで「あなたは笑って虹を描いた」「こんな違う僕ら出会うはずもないはずもなかったさ」Coming in, coming out 周り見てみな ノーズまみれで You can see me but you hear me loud Don't that make you crazy now Don't that make you crazy now 目を凝らせこの世界は It's all upside down条件は二つ。一、俺が警察と唱えたら、一分間体を明け渡すこと。二、この約束を忘れること。条件は二つ。一、俺が警察と唱えたら、一分間体を明け渡すこと。二、この約束を忘れること。そうじゃない!ちゃんと話すんだ。俺たちは考えなきゃいけない。きっと行くところはあるよ。これから始めるんだ。この世界はきっと俺たちが思うよりずっとずっと大きい。あの時は叶わなかったけど、今度こそ二人で外の世界を見よう。そうじゃない。ちゃんと話すんだ。俺たちは考えなきゃいけない。きっと行くところはあるよ。これから始めるんだ。こ
この世界はきっと俺たちが思うよりずっとずっと大きい。あの時は叶わなかったけど、今度こそ二人で外の世界を見よう。目返しは定規の一部分が机からはみ出た時、ペンに乗せて移動させて抑え込みに持っていく技なん。こうやってこうするの反撃なの。目返しは定規の一部分が机からはみ出た時、ペンに乗せて移動させて抑え込みに持っていく技なん。こうやってこうするの反撃なの。神様、これ間違ってませんか？熟練度上昇、トータル160オーバーなんて。ほら、1回しか攻撃をもらってないのに耐久値が30近くも伸びてますし、力も器用さだって初めてですよ、こんなのは。うん、神様、神様、これ間違ってませんか？熟練度上昇、トータル160オーバーなんて。ほら、1回しか攻撃をもらってないのに耐久値が30近くも伸びてますし、力も器用さだって初めてですよ、こんなのは。うん、神様、私最強レベル6、そんなもんはもういらねえ。俺を止められるものなんだこの世のどこにも存在しねえ。世界はこの手の中にある。圧縮、空気を圧縮ねえ。いいぜ、愉快なこと思いついた。なんだよその様は。立てよ最弱。私最強レベル6、そんなもんはもういらねえ。俺を止められるものなんだこの世のどこにも存在しねえ。世界はこの手の中にある。圧縮、空気を圧縮ねえ。いいぜ、愉快なこと思いついた。なんだよその様は。立てよ最弱。もうおにぎりは食べてるみたいだし、もうちょっとだけ様子を見るか。ならない、ならない、なったー。せいや、セクシー。それに借金のいい匂い。もうおにぎりは食べてるみたいだし、もうちょっとだけ様子を見るか。ならない、ならない、ならない。セクシー。それに借金のいい匂い。確かにどんなスタンドだろうが、お前を取り除こうとすればお前は僕にダメージを返す。しかしお前だけを掴める者はいたな。振り返ってしまった者だけを引っ張っていく者が、お前の魂だけを連れ去る者が。確かにどんなスタンドだろうが、お前を取り除こうとすればお前は僕にダメージを返す。しかしお前だけをつかめる者はいたな。振り返ってしまった者だけを引っ張っていく者が、お前の魂だけを連れ去る者が。なぜあんなところに弁財が、弁財があるんだよ。考えろ、これまでこいつが現れるたび俺は不幸のどん底に叩き落とされた。つまり今回は、まさかサンちゃんの好きな人って。なぜあんなところに弁財が、弁財があるんだよ。考えろ、これまでこいつが現れるたび俺は不幸のどん底に叩き落とされた。つまり今回は、まさかサンちゃんの好きな人って。あなただよね、申し込んできたの。利用規約に同意ってとこにカチカチってやったよね。はい、ごめんなさい。大体私の満足度1ってどういうこと？私あなたに何か変なことした？あれでレビュー 0.3 も下がったんだからね。私は今まで満足度5しか取ったことない。だよね、申し込んできたの。利用規約に同意ってとこにカチカチってやったよね。はい、ごめんなさい。
大体私の満足度1ってどういうこと？私あなたに何か変なことした？あれでレビュー 0.3 も下がったんだからね。私は今まで満足度5しか取ったことない。どうせよ宗形、俺の狙いはてめえじゃねってのに楽しくなっちまうじゃねえか。どうせよ宗形、俺の狙いはてめえじゃねってのに楽しくなっちまうじゃねえか。出過ぎですよ。さあ今回の出場者たちはみんな超一流だった。だけどあくまで普通の超一流に過ぎない。僕の知る世界最高峰のビルダーたちは一人も出場していませんでしたからね。この大会自体が試験だったんでしょ？違いますか？出過ぎですよ。さあ今回の出場者たちはみんな超一流だった。だけどあくまで普通の超一流に過ぎない。僕の知る世界最高峰のビルダーたちは一人も出場していませんでしたからね。この大会自体が試験だったんでしょ？違いますか？